お出口は右側です。山手線巣鴨 AK34。 おい、さあちゃん、フットサル終わりました。ちょっとね、 SD が容量がちょっとなくなっちゃって、買いたいんですけど、ちょっとそういう店あるかな、電気屋さんみたいな。なので急遽 iPhone で撮ってます。ちょっと探してきます。本当はね、フットサル終わって一回家帰ろうかなと思ったんですけど、ちょっといろいろチーム指導の映像とか、次の対戦相手の映像とか見たり、メニュー決めたりしなきゃいけないんで、5時間ぐらいあと今からあるんですけど、ちょっとまあその時間うまく使ってやっていきたいと思います。この感じだと今日はローパワーは家帰ってからやることになるな。まずご飯ちょっと食べて、 Wi-Fi 環境があるちょっとカフェとかでちょっと仕事したいと思います。はい、では行ってまいります。デニーズで4時間ぐらい試合の動画見たり、ちょっと分析したりしてましたね。ここから、チーム指導行きたいと思います。では帰ってきたんですけど、本当は昼間走る予定だったんですけど、走れてなかったんで、ローパートレーニングやるために今から走りに行ってきます。ただいま時刻12時45分。そして表彰で6時半起きなんですけど、やるって決めたことをやらないとね、なんか自分がちょっとダメになってしまう感じがするんで、こういうタスクは必ず、やろうと思います。走ってます。で iPhone、 そう今 SE がね容量ないから iPhone で撮ってんですけど、ドン・キホーテまでちょっと30分以上かかるけど、走っていこうかなと思ったんですよ。携帯持ってくから。 iPhone だと LINEPay しか俺持ってなくて、 Suica も多分今残高がSD 買えるほど入ってなくて、これダメだってなって、引き返してます。明日の表彰とかもね、カメラでしっかり撮りたかったんですけど、ちょっと撮れないかも。ちょうど30分、ただいまの時刻が1時20分。あー、やばい、今日も3時寝た。今日の朝僕が寝坊したんで、 SD がコンビニとかで売ってるみたいなんですよね。うわ、 SD 売ってんじゃん。ちょっと購入します。昼間とか本当に買えばよかった。コンビニに売ってんだ普通に SD って。コンビニすげえなやっぱ。レジのところで充電切れて、でとりあえず一回帰ってシャワー浴びて飯食ってからまた買ってこようと思います。マジで今日だから途中から普通にカメラで撮影できたなと思って。鶏鍋です。俺の鍋めちゃくちゃうまいんですよ。鍋の素とかいらない。豚肉、豆腐、白菜、ネギ、大根とか鍋の具材入れて、水少し入れて、醤油とみりん、酒、味の素、だしの素、あとはこれプレーンのなんか味がないプロテインあるじゃないですか、それをちょっと入れてるだけ。やってみてください。やってる人いるかもしれないけど、5、6年前かな、7、8年前かな、どっちでもいいけど、まあそのぐらいからずっとこれ鍋。皆さん何派ですか？鍋の締め。僕はおじや派なんですよ。なんかラーメンとかうどんとかあるじゃないですか。僕は断然おじやですね。これちけえな、食べる瞬間絶対熱いよこれ。あ、ちょっと味薄。ラー油、塩とラー油でバカうまくなった、はい、ありました。 SD コンビニに売ってんじゃんマジでいやーよかった。これで明日表彰は取れるかな。マジでよくわかんないブランドなんで、キヨシャわかんない、まあいいや、買ってきました。ちょっとよくわかんない、これなんていうの、これキヨクシア、これ使えるのかちょっとあれですけど、お、いいね、使えるね。これで明日は、大丈夫ですね。朝から、ローパーですね、30分間やるよ、走る予定だったんですけど、それができなくて、たまも起きてすぐフットサル向かって、僕がねチーム仕様で見てるサディークっていうチームが、明日オープニングの最終節ってことで、今のところ負けなしで1回だけ引き分けて、引き分け以上で優勝ということで、クラウドもね優勝できて、でサディークも優勝できたらね、今年僕は指導でも、選手でも優勝ということで、それはもう本当に素晴らしいことというか、今までにないっすよね。だからめちゃくちゃそのサディークに関してはめちゃくちゃ嬉しい出来事になると思うので、ぜひ本当みんなにね頑張ってもらって結果を祈るだけなんですけど、やりごとのね準備をしてきたんで、それをね最大限に発揮してもらえたらと思います。で帰ってから今日のねトレーニングでやらなければいけないそのローパーの30分間っていうのをね帰ってからすぐにまたやってっていう感じだったんですけど、じゃあ明日もね朝早いんで、